阪神梅野は右肩の肉離れ、前期不明で開幕ピンチ。22日の練習中に右肩を痛めた阪神梅野龍太郎捕手32。3月29日の開幕戦巨人東京ドームまでの復帰が不透明となった。当日に沖縄県内でチームドクターの診察を受け、球団は右肩の肉離れと発表した。肉離れは損傷の程度にもよるが、一般的に完治まで3週間程度を要する。約1ヶ月後に迫ったシーズン初戦への出場に鬼神号が止まる状況に陥った。梅野はこの日、診察前の午前中にギノザでの居残り組練習に参加した。投手陣と共にダッシュをするなど、キャッチボール以外のメニューをこなした。ファンが求めるサインに応じる際には明るい表情を見せた。報道陣には走ったりするのは大丈夫と話し、宿舎へと戻った。守備練習のスローイングで右肩を痛めた22日は練習を切り上げて沖縄県内の病院を受診。一夜明けてチームドクターの再検査に早期復帰への望みを託したものの、待っていたのは重い診断結果だった。梅野がボロボロすぎてシーズン入るまでに使えるキャッチャー見極めなあかんな。年齢的には藤田に経験積ませてほしいわ。藤田チャンスやな。坂本に古いにさせたら壊れちゃうだろうし、キャッチャーいるよな。梅野の右肩って古傷だよね。去年の骨折までの集大って右肩怪我してたからって話だし。さすがにどんでんもう梅野を2番手に考え始めてるかもしれんな。長坂中川梅野怪我で最大のチャンス来たな。栄と藤田はそろそろアピールしないと小豆畑コース乗るぞ。梅野結局肉離れかい。開幕アウトどころか4月帰ってこないだろ。これゴールデンウィーク復帰が理想か。肩も肉離れとかあるんか。先週上司が子供の野球の父親たち同士でやる草野球でバントの姿勢取っただけで足の肉離れしてたが、急に来るもんなんやろか。なったことないからわからんが、これはもう坂本が開幕だろうな。どんでんはおそらく梅野を開幕捕手にしようとしてたのに。梅野交流戦 SB 戦後半戦復帰目途だな。ほぼ1年近く最前線から離れることになるからな。3年契約最終年やろう。厳しめに言うけど、どんどん足場悪くなっていくよ。坂本は梅野が復帰する前に才木と怪盗正史と成績残せるかが勝負やな。抜群の成績ならほぼ坂本スタメンになりそう。里崎が坂本王国築けるかどうかみたいなこと言ってたけど、今年で遅れたらそうなる可能性はかなり高いと思うわ。しかし中川は持ってないな。こんなことでもないとキャッチャーなんてなかなかチャンス回ってこないのに離脱中とかさ。梅野はもう無理なんやろな。藤田って秋山の指導入ったよな。梅野スペったのか。長坂が無難、原口はもう無理か。キャッチャー出すとサインとか全部変えなあかんから、これからの時期でトレードはまず期待できん。藤田坂枝に頑張ってもらわんと。梅野重傷やったんか、早急できへんのは痛いよな。藤田使ってくれないかな。使わんと良いか悪いかもわからん。なんとなくフロント指導で坂使ってくれと言われてそう。ちゃんと育成してくれんと大学との関係もあるからとかなんとかで。藤田って秋山に叱られてたけど大丈夫なんか。どんでんに叱られまくってる坂枝よりかは。まだ1ヶ月あるやろ。今のうちにたくさんボロ出しとけ。またまだ間に合う。梅野は肩治ってもちゃんと送球できるようになるんかな。肩治ってもというか簡単には治らないから、去年もあんな感じだったんじゃないの。1軍は栄藤田でいいとして2軍は回らんだ。中川もあれ繰り返すかもしれんし。そしたら小宮山とか鈴江を育成選手で現役復帰させるだけや。坂本が怪我したら栄だ、藤田、片山か。2軍試合できへんな。梅野はだいぶ遅れるな。これ栄か藤田頑張らんとあかんな。チャンスが回ってきたで。坂本が週によって4か5でシーズン行けるなら問題ないけど、坂本が行ったらそこで終わってしまう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。